関係ない話なんですけども、まあ、去年ね、一昨年、先ほど年のですね、非常にサンマが絶不調で、非常に水産業界大変困ってたわけなんですけども、今年はですね、非常に大量でですね、サイズもいいということで、非常に一方気仙沼のですね、水産業界は安堵しているところでございます。クラフトをバックにしながらサンマの話もないですけどね。まあ今年のサンマは本当に立派に脂も乗っておいしいですね。焼いてよし、煮てよし、刺身てよしね、このままね、量が続いてくれることをね、非常に願ってやまない今日諸々でございます。ギターの準備ができたようでございますので、じゃあ最後の曲ですね。短かったんですけれどもね、次が最後の曲でございます。最後の曲はまたオリジナルでね、当バンドの古くからやってる曲なんですけれども、またオリジナルのインストゥルメンタルで、風っていう曲です。これを聴いていただいてお別れしたいと思います。じゃあ今日はどうもありがとうございました。横山健一、はい、続いて右左側ベースの佐藤雄一、それからセンタードラムス菅村大輔、私がリードボーカルの小野寺でございます。今日はどうもありがとうございました。また来年お会いできたら幸いです。
さあ。